ごめん、急に呼び出したりして。去年の春先、君に届いた手紙を覚えてるかな。ごめん、最初は君に会うつもりだったんだけど、直前で考え直して、私は人から干渉されるのが大嫌いな人間だから、もしかしたら君にはとんでもなく迷惑なことかもしれないって思ったんだ。そのことにすら直前まで気がつかなかった自分にも驚きながらね。ありがとう、そんな風に言ってくれて。優しいね、君は。でも伝えなきゃいけないことはもう一つあるんだ。私は君のことが好きなんだ。最初は君に自分の気持ちを伝えることすら迷惑だって思ってた。もう考え直したんだ。この気持ちだけはちゃんと君に伝えようってね。やっぱり迷惑だよね、こんなこと。私ね、あの夏の日、君と別れてからしばらくは君のこと忘れようと努力したんだ。でも思えば思うほど好きになってる自分に気がついた。だから無理に忘れるのはよそうって考え直して、それからはこんな風に分かり合える日が来てほしいっていつも願ってたんだ。君が好きだよ、誰よりも、この星の何よりも。ねえ、もっともっとキュッと抱きしめて。君のぬくもりをこの体中で感じていたいから。私もこのまま君と一緒に東京まで行こうかな。嘘だよ、君の迷惑にはなりたくないしね。ありがとう。春まで待ってて。きっと私も東京に行くから。君を追いかけてね。ううん、もうおしまいにするよ。最後の東京行きでね。だって、やっと大事なものを見つけることができたんだから。もう
旅する必要もないしね。きっと私は君と君の心ともう一度出会いたくて旅をしていたんだと思うんだ。今ならそれがはっきりわかる。だからそういいんだ。そうだ、これを持っていて。うん、お守り代わりに君に持っていてほしいんだ。いつでも電話してよね。私はもうどこにも行かないから。それじゃあ気をつけて。またね。Time